ってこれたよ。よし、とりあえずじゃあ小屋まで戻っておこうかな。はい、小屋まで戻ってきたんだけど、これこっち入ったらまた戦闘になるの？ならないけど。なんかセーブすると嫌だな。これはこういう、私が左に入んなかったらこうはならんかったってことだよね。ずっとピリーとバトルできてたってことでしょう。でもさ、なんか変な機械あるとこあったじゃん。なんかあそこロイドがいないとダメなんじゃないかな。あれ、こんなとこにボートなんかあったっけ。ボートはエンジンの調子が悪いようだ。しかしロイドは上手にエンジンをかけることができた。なんで？これはロイドがいたら使える乗り物だったんだね。いいえ、使えたからって何？こっち側に行くことができるみたいな？いいえ、使えたから何？どっかで降りれる？とりあえず敵は出ないっぽいけど。ここから来たよね。え？別に降りれなくない？ただこれに乗れるよってだけ。なんか真ん中らへんになんかある。あ、渦みたいなのある。なにこれ。はぁ、え、なにこれ。敵出るかな。え、なんだのここ。あ、あ、なんか魚泳いでる。ずっと左に来てるけど、これこっちで合ってんのかな。え、ロイドがいなきゃ来れなかった場所ってことでしょ。必ずしも来なきゃいけない場所じゃないのかな。あ、登れるぞ。なんだこいつ。はチェック。任天の気配を感じた瞬間、ロボットは命を吹き込まれた。私の名はイブ、あなたを待っていた。私の父はジョージ、宇宙の果てに連れて行かれ戻ってきた人。あー、これ一番最初に言ってたなんか話のやつ。あなたを守る私の務め。なんか割れてるけど。なに、ロボットが仲間になったんですけど。え、どこ行くの。ロボットも攻撃してくれんのかな。
にここは戦っていって、てか今の攻撃979やべえ。待って、強すぎでは。てかロイドがさめちゃくちゃ弱いんだけど、マジで使い物になんない。すげえ強えじゃんイブ。いいえ、普通の攻撃938ってどういうこと。ぶっ壊れ。え、ずっと一緒にいてくれんのかな。もうそしたら怖いもんないね。はいはい、多分 A を倒していくだろうから、うちらは違うやつを狙っていけばいいかな。なんでよ。イブには効果がなかった。パンを奪った。パンを奪わないでくれる。ちょっとイブがいたら誰を狙えばいいかわからないな。無駄に使っちゃうな。1008。やっぱイブにもダメージ入るんだね。でもさ、回復させてあげられないんじゃないか。うん、イブって出てこないもん。え、じゃあいつかは壊れちゃうってことかな。え、このイブがいるうちにレベル上げしといた方がいいのかな。はい、ちょっと洞窟のところまで来ました。こん中に、ん、別にロイドがいても何にもならんのか。あ、そっかそっか。じゃあさっき死んだ付近まで戻りたいと思います。なんか上に登ろうと思ったらなんか出てきたんだけど、はこれさっき戦ったやつじゃないの。忍天はガードしている。え、殺される。え、倒せなくない。あ、もしかしてこいつを倒すためにイブがいんのかな。いなかったよね。イベントバトルか、またこれ。あ、爆発した。破壊された。倒したけども、チェック。ロボットイブは破壊され動かなくなった。イブの胸のあたりから音楽が流れてきた。輪天はメロディーを覚えた。これはやんなきゃいけなかったやつなんだね。悲しい。え、そしてなんか穴開いてますけど。取れてないメロディーあるけど、まあでもイブのおかげでね、結構レベル上げできたんだよね。どうしよう。まあね、ちょっと強すぎるからね、イブが。ずっとついてくるとおかしなことになっちゃうからな。どっかでいなくなるんだろうなとは思ったんだけど。さっきはでもあの敵いなかったよね。山小屋に現れたから出てくるようになったのか。
ただね、イブがいなくなったことによってすんげー苦しいんだよ。ほい、オッケー。さっきはここまで来てなかったのかな。あ、なんだこれ。調べる。問題なし。話す？誰に話してる？え？なにこれ。問題なし。なにこれ。え？なんか関係あるでしょ。はあ、この先行けないんだけど。なんで？なんかこれ関係あるでしょ。なんで問題なしなの？あ、テレパシー。任天はテレパシーを試みた。何も起こらない。なんで？もしかしてさ、メロディー足りないからとかだったりしますかね。だって中抜けてるもんな。あ、そういえばさ、マジカントにいるさ、なんだっけ、ドラゴン、あれも倒せんじゃない？あいつ関係あるでしょ絶対。メノの釣り針で、待った待った、パンをここで使っておく。さあ、いつでも戻ってこれるもんね。で、メノの釣り針を使って、マジカントに来る。で、ドラゴンのところまで行きたいと思います。で、ドラゴンのところの前に、なんか強くなったら来いみたいなこと言ってたじゃんこいつが。話す。俺ついに歌を作ったんだ。聞け、音楽好きの冒険家たちよ。キューピー人形なぜ泣くの？それはカナリアが泣くからよ。猿が歌えばピアノも歌う。ピアノはお化けが弾くのかな。砂漠のサボテン寂しそう、一人で夜な夜な歌ってる。このさ、ピアノってあの音楽くれたじゃん。砂漠のサボテン、これは撮ってないよね。ドラゴン倒れて音符が残る。イブが最後に歌う時、クイーンマリーに時間が戻る。これメロディーのヒントだ。ドラゴン倒れて音符が残る。ドラゴン今から倒しに行こうと思ってたもんね。イブが最後に歌うとき、うん、イブさよならしたときに音楽くれた。ララララ不思議なララバイ、ララバイバイバイさようなら。いい歌だろ。いい歌だよな。なるほど、これがヒントになるんだね。じゃあドラゴン倒しに行きたいと思います。あと砂漠だね。はい、ドラゴンのとこまで来ました。これで起きるのか。任天の気配を感じてドラゴンが目を覚ました。私より弱い者にこの楽譜を渡すことはできない。あー、やっぱ音楽くれるんだね。ドラゴンが襲いかかってきた。強いかな。これ効かないよね。一撃死だもんな。PK ファイヤーベータ、強いかもしれないな。ちょっとドラゴンじゃやっぱ効果ないか。18、え、強いじゃん。どうしようかな。 PK フリーズ、これガンマかな。覚えたね。戦う。なんでよ。不思議な叫び声を上げた。ディフェンスが42下がった。それはめんどくさいね。40のダメージ、そんな効かないぞ。93、なんで任天避けられるの。ライフアップ使っとくか、それともなんかないの。 PK ビーム、あ、サンダー覚えてんだこれ。PK ファイヤーベータ、
アナを回復しないとまずいね。29、全然効かないじゃん。待って、ライフアップをアナに使って何がいいんだ。 PK ビームでいいか。よし、ロイドめっちゃディフェンス下がるじゃん。なかなか強いね。で戦う。はい、でロイドそのまま攻撃でいいかな。ロイド回復させてあげないとだな。やばいね、まだ倒せない。ロイドが弱すぎるんだが。アナ回復して、アナもこれをロイドに使う。でロイドは、まあ、戦うだな。うわ最悪、倒せるか。ライフアップベータロイドで一回ガードしよう。ドラゴンの攻撃普通に強いじゃん。はぁ、忍耐も回復した方がいいかな。てかディフェンス上げた方がいいかもしれないこれ。まさかアナが死ぬとはな。ちょっと待ってよ、ディフェンスアップベータがあるな。戦う。113 74、叫び声でちょっと下がってはしまうけど、まあまあまあいいだろう。であとオフェンスアップを忍耐に使う。死ぬのではこれ。回復覚えてないもんな。いやいけるかな、頑張れ。140、めちゃくちゃ強いじゃんこのドラゴン。叫び声上げるのはやめてくれ。ディフェンスが下がるのがやばい。ディフェンスアップ使っとこう。いいですね。ライフアップベータ、でもなんとかなりそうな気もせんでもない。もう一回回復か。不思議な叫び声、あれ一回落ちちゃうけど倒したギリギリ。チェックすりゃいいの。ドラゴンは意外と素直に古い楽譜を見せてくれた。こんな歌だった。忍天はメロディーを覚えた。よし、これで残ってる1個、サボテンだね。砂漠に行こうか、じゃあ回復してから。